はい、どうもこんにちは。日本ワイン研究所の西岡由紀です。今日はですね、先日行われた日本ワイナリーアワードというですね、まあ日本のワイン、まあワイナリーですね。ワイナリーを、まあ三つ星、四つ星、五つ星という形ですね、まあ、ランク付けをしてですね、消費者の方がどこのワイナリーのワインを飲めば美味しいものが飲めるかっていう格付けがですね、2021年版っていうのがですね、発表されました。まあ、その時に現地に行ってたんですけども、まあ、いろいろそのワイナリーの方ともお話をしましたし、まあ、僕みたいなですね、あの日本のワインを専門にやっているお店を経営してるなんて人がですね、いてくれて嬉しいよなんて声かけてくれたりとか、日本ワインを扱うの大変じゃないとかって心配をかけられたりとかですね、結構そういうお話もできたので、すごく貴重な体験ができた一日だったんですけども、日本ワイナリーアワードのホームページに行くと、まあ、どこが受賞しているか、どこが5つ星で、5つ星で、3つ星でみたいな感じで出てるんですけど、じゃそれって去年と引き続きなの、今年からなのっていうのがね、全然わかんないんですよ。ここは新しく3つ星になったとこですよ、4つ星になったとこですよっていうのがね、わかりやすいとさらにこう見やすくなるんじゃないかなというふうに個人的には思ってるんですけども、まあなので今日はそれをですね、まあ、僕のこの動画でやろうかなと思ってます。で、審査基準っていうのが、まあ公開されてるんですけれども、設立またはブドウの植え付けが5年以上経過した国内のワイナリーで、審査対象が235ワイナリーですね。地方区と全国区の審査員がいて、対象となるワイナリーから、評価に値するワイナリーを厳選して協議して選んでいくっていう形なんですよ。で、赤と白などのスタイルによってばらつきがないかとか、収穫年に左右されず、品質の安定感があるか、コストパフォーマンスに優れているか、複雑性、凝縮感、バランスに優れ、高貴さを持っているか、テロワールを表現できているのか、ワインが一貫して個性を持っているか、その辺をですね、評価して、まあ、あとは歴史的価値とか、畑の管理状態、醸造設備の状態とかですね、醸造家の技術、熱意、その辺のワイナリーの運営方針とかですね、この辺が加味されて選ばれるようです。で、今回ですね、4回目なんですけど、5つ星、4つ星、3つ星がまず基準にあって、さらにですね、コニサーズワイナリーっていう、そういう賞もあって、これはですね、まあ、評価に値する個性的なワイナリーなんですけど、これから着目していきたいワイナリーっていうのがあって、まあ、イメージ的には、僕のイメージはですよ、もうその3つ星に今後なっていくんじゃないかなって思われてるワイナリーなのかなっていう、そういう感じですね。コニサーズワイナリーから発表していきたいと思うんですけども、まずコニサーズワイナリーはですね、26個だったんですよ、去年は。で、今回47に増えているので、だいぶ違いますよね。まあ、全部ちょっと読み上げるのは時間的に皆さんきついと思うので、まずこちらですね。で、バッと見ていただいて、黄色い文字が新しく入ったところですね。で、今回コニサーズワイナリーすごく新しく入ってます。で、逆に言うと去年ここに入ってた、蔵、ワイナリーがですね、三つ星に上がったりとかですね、そういう形で、まあ、三つ星、四つ星が増えているっていう感じです。僕結構知らないワイナリーが多くてですね、まあ、馴染みのあるところで言うと、ファクトリア・アルフィオーレさんとかですね、東京にある東京ワイナリーとか、シオン醸造とか、この辺はもう飲んでいるワインなので、まあ、この辺がね、入ってきたんだなという印象ですね。例えば三つ星、四つ星、五つ星はもうね、知ってるよっていうような人はですね、この中から選んでみると面白いんじゃないかなと。というわけで、コニサーズワイナリー、来年以降も注目していきましょう。はい。というわけで次、三つ星ですね。で、三つ星も結構新しい三つ星がついたところ多いです。ちなみにですね、前回、去年がですね、66だったんですけども、10個増えてます。で、10個増えたうちの2個は、4つ星から、まあ、星を1つ減らしてしまったところが、2つあるので、まあ、そこを入れて10個増えてるって感じですね。と、3つ星見ていただくと、まあ、こういう感じですね。結構新しいところが増えてる印象は僕はありますね。まあ、4つ星に上がってるところもあって、なので、まあ、10個以上増えてますね。ニューってこの黄色い文字が新しいところなんですけど、まあ、個人的に応援してるとこというか、関わりの深いところで言うとですね、最近すごく推している西山里さんとかですね、コニサーズから入ってきたりとかですね、佐々木ぶどう酒、こちらもですね、お邪魔させていただいたりとかですね、肝心なルミリューさんもね、今回三つ星取りましたね。だからこの辺がこう、自分が応援してるね、ワイナリーとかがこう、入ってくるとやっぱ嬉しいですし、皆さんのね、推しのワイナリーとかもね、ちょっと探してみていただきたいなと思うんですけど、まあ、
安定して三つ星取っているところもあれば、まあ、残念ながら今回ね、三つ星になってしまったっていう表現にはどうしてもなってしまうんですけども、まあ、応援してる方からしたら残念なところもあったりするんですけど、ね、三つ星取れてるだけですごいと思いますし、例年通り五つ星取った方もですね、そろそろ星落とすかななんて思ってたんだよねとかって、まあ、半分冗談かもしれないですけど言ってたりとかですね、まあ、そういう緊張感もあるべきなのかなというところもありますし、まあ、僕はそのね、原因は知らないですけど、まあ、ちょっと今後もまたね、四つ星に返り咲いていただきたいなって個人的には思ってます。で、四つ星ですね。四つ星もですね、今回、もともと50個から58個に増えてるんですね。で、さっき言ったように、2個減って、2個三つ星になってるところなので、今回、要は10個新しく入ってきてるわけなんですね。四つ星。だそれもね、結構、馴染みの深いところ結構多かったです。例えば、北海道のキャメルファーム。これはカルディってお店ありますよね、コーヒーショップ。あそこの親会社がやっているワイナリーなんですよ、キャメルファームって。で、結構、近年、本当できたのも、多分、ここ5年ぐらいだと思うんですけど、評価がすごくメキメキ上がっていて、このキャメルファームさんなんかは、一昨年がコニサーズワイナリーで、去年が三つ星で、今回四つ星というですね、ポンポンポンってこう、綺麗に上がってるんですよね。ここでね、こうまた五つ星とかを目指していくってなるとまた面白いかなと思うんで、ちょっと応援したいですよね。まあ、うちの丸の日というお店でよく扱っている、まあ、秩父ワイン、どうもですね、結構老舗なんですけど、今回、三つ星から アップと。まあ、アルプスワインさんとか、一昨年僕が畑収穫に手伝いに行ったこともあるんです。奥の田ぶどう酒さんとかですね、白百合醸造とか、ゴイチワイン、長野で、うちのお店でもよく使ってます。ゴイチワインさんも今回四つ星になったりとかですね、おお、今回四つ星増えたなーっていう印象が個人的にはあります。はい。なので、まあ、もちろんここ今紹介してない安定してずっと四つ星取ってるところもですね、ぜひね、こう、見ていただいて、まあ僕の大好きなね、安曇野ワイナリーとか、佐藤潤さんとかもそうですね、クランボンさんとかね、キスビーもいるし、岩野原さんね、今度動画流しますけど、岩野原さんのコラボもやってますし、ご飯も馴染みありますし、四つ星になるとやっぱこういう馴染みが増えてきます。そこはやっぱある程度、ヨードバンさんもだわ、信州高山ワイナリーさんとか、中村ワインさんとかは本当に僕大好きで、昔、キッカとかもそうですね。熊本のキッカとか、宮崎の熊、要は、この辺のですね、ちょっと珍しい地域って思われるようなところでもですね、人気なところがあるってことなんですよね。なので、四つ星、特に四つ星とか、三つ星にある、例えば山梨とか長野じゃないところでもこんなにあるんだなっていうのをね、印象として持っていただいて、なんかこうね、ざーっと見といてですね、どっか例えば日本のワイン売ってるところに遊びに行った時にですね、あ、これ、なんかこの前三つ星から四つ星取ったところだなとか思っていただけると、またさらにこうワインも楽しみやすくなるかなと思うんで、ぜひ覚えておいてほしいなと思いますね。で、まあ、五つ星ですね、最後。五つ星に関してはですね、3年連続、15ワイナリー変わってないです。最後だけちゃんと言いましょうかね。まず4年連続取っている、この、日本ワイナリーアワードというものができてからずっと取っているのが、で、まあ、ドメイヌ高彦、堺ワイナリー、武田ワイナリー、サントリー、シャトーメルシャン、ダイヤモンド酒造、中央ブドウ酒、丸藤ブドウ酒、オブセワイナリー、木戸ワイナリー。まあ安定ですね。そして2年目からずっと取っている、要は3年連続取っているのが、山崎ワイナリー、高畑ワイナリー、勝沼醸造、喜山洋酒、安心ブドウ酒ですね。都道府県ランキングで言うと、やっぱ山梨、長野、北海道、山形。これがベスト4なんですよ。都道府県で言うと。唯一ここに入っていない五つ星っていうのが大分にあります安心ブドウ酒ですね。まあ、こちらのね、15個に関してはもう申し分ないというふうにですね、自信持って、多分、どれ飲んでも美味しいよっていう、そういう指針を与えられるよっていうような安定した評価を得ているワイナリーさんなので、まあ、見つけたらね、ぜひ買って飲んでみていただきたいなと思います。まあ、例えば、まあ、ドメイヌ高彦さんとか、木戸ワイナリーさんとか、この辺は結構、まあ、入手しづらかったりとか、入手困難で、抽選で、例えば酒屋さんに申し込んだりとか、イベントに抽選で買えたりとか、そういうふうな機会を受けてしまうぐらい人気な、ワインだったりもするので、入手難しいところもありますけれども、ぜひ、見つけたらね、お店でも飲んでみていただきたいなと思います。うちの店でも割と、手に入った時は、出してるので、まあ、声かけていただければ、まあ、ある時は出します。ない時の方が多いですけど、まあ、他のね、ワイナリーに関しては、まあ、何かしら絶対あると思うので、動画見ました。五つ星の何か くださいって言われたら多分何かしら出せると思いますので、まあ、ぜひそれもね、一つの楽しみ方にしていただけたらなと思います。で、まあ、僕的にはですね、
5つ星、4つ星、3つ星、まあ、ワイナリー自体はそこをこう星を上げていこうという意識で、業界全体的にそういうのを指針として頑張っていただくっていうのはすごく素敵なことだと思いますし、今回じゃあ3つ星にやっと慣れたって人もですね、次は4つ星を目指すっていう、そういう向上心がですね、全体的な、まあ、日本ワインのレベルを上げていくのかなと思ってるので、まあ、そういう面でも応援してますし、あと現地でですね、勝沼醸造の方もおっしゃってましたけども、やっぱりワイナリーさんどこも頑張ってるわけですよ、美味しいものを作るために。でそういうものをですね、まあ、客観的な目でやっぱりその評価をしてくださることがすごくありがたいっていうふうにおっしゃってました。それはそうですよね。例えばじゃあ300個今ワイナリーがありますけど、その300個どれも美味しいですよみたいな雑な説明しかする人がいなかったら、じゃあどれを飲んだらいいのかっていうのも分かんないし、頑張ってる人がきちんと評価されないっていうのもなんかある意味不平等だしっていうところで、まあ要は努力すれば星がつく、評価される、こういう流れがですねきちんとあって、きっとですね、評価する側も評価される側もどっちもこう相乗効果で成長していく感じになると思うんですよ。なのでなんかこう審査する側も手抜けないし、審査される側も手抜けないしっていうようないい関係のままですね、日本ワインのこう発展につながるような活動というか、そういう権威というか、まあ、日本ワインにはそういうすごいガチッとしたこれだっていう権威がまだないので、まあ、僕はそういう存在になっていただけたらなと思ってます。なので審査委員長ですね、遠藤利三郎さんともですね、この前ご挨拶させていただきましたけども、すごくいい方で、心からね、ワイナリーの方とかをですね、応援してる方なんだろうなっていう気持ちにもですね、触れさせていただきましたし、まあ、そういうところもですね、自分も魅力ながらこういう動画とかお店の経営を通じてですね、日本ワインの、まあ、発展に少しでも寄与していきたいなと思ってますので、今後ともですね、日本ワイン業界をですね、盛り上げるための活動として頑張っていきますので、これからもよろしくお願いいたします。ただただ記事を読んでるだけよりもですね、少しでも分かりやすく伝わってくださってると嬉しいなと思います。というわけで今回は日本ワインアワード2021年の星ですねを発表させていただきました。またこういう何かね、日本ワインに関するニュース、そういうものにアンテナを張ってですね、皆さんに分かりやすく解説、何かしらの伝え方をしたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。それでは。